一つ上の順位、ここを目指していく中ではポイント。さあまずは大分三好のサーブからゲームが始まります。中村龍介、低いボールを入れていきます。ライトに振って2枚ブロックの上から押し込んでいく形。レフトから角度をつけていきました。最初のポイントは大分三好に、サーブ成功率は7分の2という成績でした。レフトに振って角度をつけていっぱいに入っています。チキンでした。ブロックポイントも2つ上げています。ジャンプサーブ、ライン際に戻して、ここは2枚ブロックです。中に入っています。レフトに振り戻して上から入れていく。よく拾ってさらにバックアタック。ここはのサーブというところでもチームに流れを呼びました。レフトから2枚ブロックはアウトになっています。まあ、今日は一つ大分三好からするとこのカンタパットクンミがスターティングシックス、まあ、得点源にどれだけなっていけるかというところが注目。タイ出身です。今シーズンからこの大分三好に入っています。2016年からタイの代表も務めています。24歳。そしてサーブはイノックボギニ。昨日はサーブ効果率は 14.6% です。サーブアウトになっている。今日はそのあたり、昨日はミスも多かったという話をゲーム後ムレイポール監督もしていましたが、速攻に行きます。手をつけた攻撃も見せることができます。この若い力が一つどのように今日は作用してくるか。角度をつけたジャンプサーブ、ここも速攻できます。川口です。ここはよく拾いました。藤中が拾ってバックアタックはアウトになっています。栗山らしい非常に円熟味のある巧みなプレーが光りました。サーバーアウト。ライトに振って、ここはブロックしっかりと固めて、昨日もこの闘争心を前面に出すプレーでチームを引っ張っていきました。逆に振って、ここはよく相手の動きを見ていました。フェイン3分の5、ブロックポイント1という内容。よく拾います。そして速攻に移る。相手やはりチーム全体の底上げにつながっていきます。まあ、海外との対戦経験というのを今シーズンに生かしたいと話している小野です。このクイックよく拾います。モゲニに行く。2枚ブロック、失礼、3枚です。攻撃的なサーブが得点につながっていきました。桑田健信、ワンタッチがあります。ケニア代表のほかスウェーデン、それからエジプトでもプレー経験があります。よく拾いました。この位置から、ここは19歳、今シーズンは ABC カップに出場するメンバーとして日本代表にも招集されました。ワンタッチがあります。あとはここ一つ課題のサーブ、強烈です。ライトから2枚ブロックはアウトになっていますという形。さあサーブは栗山です。34歳、2011年と13年には全日本代表にも選ばれています。ブロックはアウト。からだんだんとこう見栄えでした。ですから序盤からちょっと食らいついていく形をどうやって取っていけるか。今少し映像と音声が乱れました。失礼いたしました。速攻に行く。昨日はサントリーこういったよく拾ったところからの挽回もありました。
ネット際の攻防、2枚ブロック入ります。バックアタックなど幅広い攻撃で得点を重ねていったサントリー、まあ、第3セットの後半を除いてはほぼサントリーペースというゲームでした。速攻はワンタッチがあります。ゾーがあります。ネットに当たって相手のコートに、はい、おっと体勢崩れてしまった。三好は追いつきました。11対11。ライトに振っていっぱいに入った。3番手らしく粘り強くボールをつなぎ、高い攻撃力を相手にぶつけていくということを徹底していきます、このように話をしています。サーバーポンシーコン、ちょっと今映像が乱れております、申し訳ありません。一部映像プレーの様子をお伝えできませんでした、申し訳ありませんでした。ただいまのプレーポイントは大分に入っています。さあ12対12、大分三好からするとここを粘り強く食らいついて流れを持ってこれるか。バックアタック、ここは強い力があります。強烈なサーブから速攻で返す。来ているこの小野です。東京学芸大学の出身、今季27歳。 MC カップでは準決勝決勝でスタメンに起用されています。ゼロにまではできていませんが、昨日よりは減らして相手に食らいついていく戦いができています。よく拾ってレフトからブロックの上を入れていきました。ライトに振って、これはブロックがどうだ、追いついた。この体勢から強く打っていきます。バックアタック、ここは大きなポイントになりました。大分に、そして日体大を経て大分2年目。レシーブ、レフトからアウトになっています。バックアタックはブロックポイントです。大学在籍中、近畿クラブスフィーバルティ広島 J テクトと7連勝がありました。ライトに振って押し込んでいく。佐賀出身、今シーズン34歳の栗山雅史。昨日からは確実に修正点を形にしてきている大分三好の攻撃です。ただあ岡山東高校出身、こちらの攻撃、これは強烈でした。佐藤健二が入ります。サントリーです。押し込む、2枚ブロック拾って、ここもブロックポイント。さあ大分三好、この第1セット取ることができるか。なかなか勝ち越しというところまで持っていけないこの第1セットの中盤以降、これもサーブアウトです。ライトに振って3枚ブロック、ワンタッチがある。ここもワンタッチ、バックアタック決まっています。ある意味ではそこから山村監督も新たな形、戦い方、そしてチャンスというところを選手たちには期待をしています。レフトからここはレシーブ返しきれませんでした。この高さ、
204センチの技があります。カンタパットクンミ、さあ22対21、大分三好この第1セット取り切れるか。ちょっとサーブが乱れたか。押し込んでいく、ネットタッチはあり、一つ大きな攻撃になりました。そして大分三好がさあ23対22、第1セット激しい攻防はサントリーがここに来て1点をリード。サーバー小野、レフトに振ってワンタッチあります。さあここからなんとか戻すチャンスは大分三好、速攻に行く、これも拾う、ワンで返す、速攻でも存在感を示しました。栗山のサーブ、拾う、もう一度3枚ブロックで最後は決めました。25対20。